血圧計とは、血圧を測ることを目的とした機械である。血圧は、非測定者の精神状態や健康状態などの影響を受け変動するので、頻繁に測定することが望ましい。心理的影響により、医療機関で測定した値と、家庭や職場で測定した値とが大きく異なる場合もある。24時間血圧計を使用すれば1日の変動を検査し記録できる。 血圧、特に動脈血圧の存在は古くから知られていた。歴史上最初の血圧が計測された時は馬の軽動脈に管を差し込み血液が上昇する高さを直接計測した。これは血液循環説が発表されてからほぼ100年後の1727年イギリス人のイス・スティーブン・ヘールズによって行われた。1828年には フランスの医師ジャン・ポアズ・イユが血管に適用したカテーテルと呼ばれる細い管を介して水銀柱に圧力を導き人間の血圧を測定した。1876年にドイツの医師サムエル・フォンバッシュが人体を傷つけずに測定できる血圧測定装置を設計したが、カフを組み合わせた現代的な水銀血圧計は イタリアの医師シピオーネ・リバロッチが1896年に発明した。しかし、当時の測定方法では、心臓が収縮するときの拍動しか測定できない欠点があった。1905年、ロシアの軍医、ニコライ・コロトコフがコロトコフ音を発見し、聴診器と血圧計を組み合わせた血圧の測定方式の基礎理論を提起した。アネロイド式血圧計は、 血管内にセンサーを挿入して、動脈圧を直接測定する方式のものと、間接的に測定する方式のものに対別される。前者は、手術室や ICU などの重症患者に使われる。後者が一般的に普及しているもので、タイプとしては、病院や診療所クリニックなどで、診察や検査などの際に使われる、手動式のものと、家庭用や、 病院の待合室などに設置されている自動式のものがある。日本工業規格では直接法に関し、血圧計、ジス T4203-1990、関節法に関し、非間血式電子血圧計、ジス T1115-2005 が制定されている。本校では日常一般的に使用する関節法の血圧計の構造について記す。 血圧を感知するカフ及び表示部からなる。表示部は古くから水銀柱の高さが用いられ、その歴史的経緯及び国際単位系に移行した場合に数値が激変し、混乱が大きいと見られることから、現在も血圧に関しては国際単位系の例外として MMHG で表される。現在、人の血圧を測定する場合は、主に上腕にカフと呼ばれる。 袋状のベルトを巻きつけて、上腕動脈の血圧を測定する。同様にして、前腕、大腿部の動脈圧を測定する場合もある。カフとは、カフスを語源とした略称で、医療機関でも、カフと呼ばれている。電源を必要としない表示装置としては、睡眠柱、または、アネロイド式の圧力計が用いられる。歴史的に、最小メモリは2メートル MHg である。 まず、測定対象者の上腕の集計に対し適切な幅を持つカフを選択し、きつめに装着する。次に、肘関節屈側中央に聴診器を当てる。次に、患者の状態から予測される血圧の中央値程度、例えば100 m m h g 程度に、カフ圧をかけ、コロトコフ音が聴取できることを確認する。聞こえない場合、聴診器の位置を確認する。 それでも聞こえない場合、最高血圧が予想より低いか、最低血圧が予想よりもっと高い場合があるので、カフを緩め、コロトコフ音を探す。ダメなら音を聞きながらもう少し圧をかけてみる。140 m MH。また、早期球を操作しても、水銀柱が動かない場合、また患者が痛がる場合、水銀ダメと水銀柱の間の弁の位置を確認する。 下負圧が上がらない場合、早期球のネジを確認する。コロトコフ音が聞こえたら、聞こえなくなるまで、下負圧を上げ、表示を見ながら、ゆっくり下負圧を下げる。最初に聞こえる拍動音が、コロトコフ音第1章である。この時点でメモリを読むと、最高血圧が得られる。次に、音が急にはっきりしてくるのが、第2章である。また音調が変わり、第3章である。 これらの違いがわからない場合、第1章を聞き逃して、実際より低く、血圧を測定している、可能性がある。コロトコフ音の第5章が最低血圧である。妊娠中の女性などでは、コロトコフ音が 0mmhg まで聴取される、場合がある。この場合は、第4章をもって、拡張期血圧と判定する。また、場合により、 コロトコフ音の聴診が不能な場合と、う骨動脈の触診で血圧を測定する場合があるが、その場合、下腹圧を例にしても白動は触知されてしまうので、最低血圧は測定不能である。以上の操作を最低2回行い、平均を取ることとされている。測定後は弁をきちんと閉めておくこと。でないと水銀に空気が混じり、次回正しい測定ができなくなる。 閉塞性動脈硬化症、閉塞性血栓性血管炎を診断する際のアンクル、ブレイクエルプレッシャーインデックス検査のために測定を行う。大替で測定する場合は、大替用のマンシェットを用い疾患動脈で、超心法で測定する。下大で測定する場合は、上腕用のマンシェットを用いご蛍骨動脈を用いて、触心法で測定する。家庭用血圧計。 手首用の血圧計主に家庭用や病院の待合室などに設置されたもので、カフ内にマイク等の音響センサーを設置し、蒸気の測定を自動で行う。手動式同様に上腕部で計測するものが多いが、小型のものでは腕時計のように手首に巻いて計測するものもある。動作には電源が必要となる。最近では自動血圧計でもマイクを内蔵して、 血管ノートの変化を読み取り測定するタイプも存在する。市販のものは指で測定するものもあるが正しい値を計測したいならば心臓に近い部分で測定するに越したことはない。機械測定のためコロトコ不音の聞き取りなどの個人差が出ない長所があるが公式には自動血圧計による測定よりも人手による測定の方が正確であるとされている。一般に 自動血圧計は過負圧をかなり高く上げてしまう傾向がある。傾向式の場合バッテリーのパワーのほとんどは過負圧を上げるために消費されてしまう。実際の医療現場でプロが使用することが想定された製品の場合、加圧は手動で早期球を操作し、バッテリーは圧力の測定のためだけに使われる形式が多い。医療現場では病棟などで、 コメディカルが用いる場合があるが、これまで医師にとってはあくまでも補助的な位置づけであり、救急医療などを除いて、普通、自動式にのみに診断を頼ることはなかった。近年においては測定器の進歩により、医療現場において医師によっても、自動血圧系がメインに用いられることもある。特殊な血圧として、心血関係の厳重な管理が必要とされる場合、 中心静脈の血圧を測定する場合がある。その場合は、先端に圧力感知器を装着したカテーテルを右心房筋位に挿入し、測定を行うか、カテーテルに血液保管を満たし、患者の心臓の高さに設置した管内の液中の高さを読み取り、直接測定を行う。この分野は、日本製が高い世界シェアを占めている。 自動式でも素人が家庭で使うことを想定した製品と医療者が医療現場で用いるものとでは値段にかなりの差がある。下記にて日本企業名を示す。今井淳、血圧をいかに測るか、日米を血圧測定ガイドライン集、ライフサイエンス出版2005.12、東北大学21世紀 COE プログラム、クレシェンド総称 ABC& アンルーニー。 医学は歴史をどう変えてきたか、古代の癒しから近代医学の奇跡まで、立木勝役東京書籍2014年 ISBN 9兆7844億8780万 8748PP92 から93空気が混じってしまった場合、水銀は、粘性は、あまり高くないので、軽くショックを与えれば、それを上部に逃がすことが可能である。 ABC クエスチョンバンク医師国家試験、問題解説2016ボリューム7必修問題、Z-2P192015 年7月9日、発売メディックメディア社 ISBN 978から48億9632万5898、ロルズアドバンスメンツオブブラッドプレッシャーもなターズ、インカーディオバスキアラー、メディシンザ・ジャパニーズ・ジャーナル・オブメディカル、 インストローメンテション80、622から631、2010年12月1日、大塚国焼、循環二24時間血圧計、診断と治療100、53から57、20120100。ありがとうございます。